こんにちは、TC 楽器の島です。こんにちは、TC 楽器エレキギターエフェクター担当二平です。こんにちは。こんにちは動画の企画募集を前にかけたところ、はい、結構コメントいただいて、スタッフの機材紹介、はいはい、スタッフの持ってる機材見たいですとか楽器自慢知りたいみたいなのを結構ご意見いただいたのでっていうので、この前ですね第1回でリペアの田中さんやったんですよ。なるほど。というわけで、はい、それどんどんシリーズでもスタッフやっててもらおうということで、第2弾でエレキギターエフェクター担当の二平君に。第2弾だから二平なんですかね。そうだね、はい、2兵だからね、やっぱ2弾だよね。2弾で、はい、2弾、2弾の2兵で、2弾くんだねそうですね、2弾くんで、第2兵で2弾くんに来てもらいます。第2兵の2弾です。ちょっともうひどい、わかんないということで、二平くんはギタリストだね。はい。エレキギターの人。エレキギターの人ですね。エレキギターの人。ということで、今日は2本持ってきてもらってます。1本目。はい。失礼します。はい。はい、じゃーん。これはフェンダーのカスタムショップのストラトなんですけど、カスタムショップ、そうですね、型番的にはフェンダーカスタムショップ601960NOS のストラトキャスター、うん、60年モデルのニューオールドストック、そうですね、ニューオールドストックですね。何年生？2005年ですね。ウェザーチェックとかも入ってない綺麗な、綺麗なやつですね、はい。なんでカスタムショップのこのストラトというか、まあ、もともと自分がギター始めたきっかけが、うん、まあ、ベックの映画を見て、ほう、それのオープニングでレッドホットチリペッパーズ、レッチリ、レッチリのアラウンドザワールドが流れてて、うん、まあ、その CD を借りて、それ最初に聞いて、おってなって、なんだこれかっこいいってなって、うん、そのちょっと前の時、あのレッチリってデスノートの主題歌とかやってた、すごい日本でも一般ですごい認知された時期だったよね、あの時期。そうですね。それまでミクスチャーとかオルタナのファンしか知らなかったんだけど、はい、デスノートあたりから日本人の一般の人でもジャパニーズピーポーに認知されるようになった、認知されるようになったんで、うん、でそれの M ステの動画を見てて、あのフリーがすっごい柄できた時のやつね。そうです、そうです、そうです。飛び跳ねてた時飛び跳ねてた時元気だったよね、あの時それを見てて、でその時に持ってたギターが確かこんな形だったよなって、ストラトキャスターの形だったよなってなって、でそこからまあ調べて、いろいろレッチリとは何だとか、ギタリストは誰だっていうのを調べて、でまあハマった時期はもうジョシュ・クリングホッファーっていう、当時はギタリストがもう変わってったから、そうですね、なんですけど、まあ自分が好きになったのがジョン・フルシアンテだったんで、でまあジョン・フルシアンテのメインのギターがストラトキャスター、ローズのストラトキャスターで、でまあ話を聞くところによると60年代のストラトキャスターなんだっていうのまでたどり着いて、今そこからいろいろ段階を経て、でもそのギター始めた頃に、はい、フルシアンテにハマってストラトがずっと欲しくて、そうですね、最初買ったギターは SG、エピフォンのボルトーンの SG で、なるほど、未だになんでそれを買ったのか正直覚えてないですねこれ買ったのはじゃあいつ頃？これ買ったのは2、3年前ぐらいですかね。じゃあもう 2,3 年前にもうついにストラト買おうと。そうですね、一応フェンジャパンのストラトは持ってたんですけど、まあいいの欲しいなって、さすがにいいの欲しいなってなって、でもカスタムショップ行ったろうみたいな。そうですね、思い切ってもう USA とかも飛び越え、アメビンとかも飛び越えて、まあもう一回買っとこうかなと思って、うん、買ったのがこの NOS のストラトなんですけ ど、じゃあもう基本メインはこの子で。そうですね、なんでまあフルシアンテが持ってたような感じで、サンバースト3トーンのサンバーストにローズシバンっていうのが一番やっぱいいなって、それかフェスタで迷ったんですけど、無難にサンバーストに。まあ出物があったっていうこともあって。そうですね、中古で買ったんだよね。中古で買いましたね。この個体のそのポイントみたいなの、ポイントは木材的なところで言うと乳化かなんだ。ああ、なんですよね。フェンダーカスタムショップってレギュラーモデルでも明記してないのにインディアンローズもあればマダガスカルローズも使ってるんですよね。でも木目で判断するしかないんですけど、明記してない場合で、これがたまたまマダガスカルローズだったんだよね。そうですね、ちょっと見づらいかもしれないですけど、うん、そうでも木目見ると分かる。そうなんですよ、でちょっと当たりかなっていうのはある。そうですね、でまあせっかくだからこれで一回買って、まあ、長く使ってみようかなと思って、はいはい、買ったのがこのギターですね。なんか自分でパーツ変えたりとか。パーツ変えてます。アッセンブリが交換されてて、丸々ですね。ピックガードごと交換しちゃって。本当はミントだった。そうなんですよ、ミントグリーンなんですけど、うん、今普通の白の3プライでちょっと焼けてる感じのになってるんですけど、エイジド風のやつで。そうですね、でピックアップにブールが乗ってて。あ、じゃあもうカスタムショップも外して。そうですね、外しちゃってますね。なんでちょっとまあ音的にはカスタムショップというよりもちょっとカスタムショップ
ップ風な何か。ブードゥーに変えてどういう感じに変わったの？ブードゥーに変えるとやっぱりミッド帯域とかがすごいしっかり出てくれるので、ちょっとそのカスタムショップのオリジナルのアッセンも良かったんですけど、リアポジションにした時の音の太さ、ミッドとローの出方とかがすごいなんか心地よくて、今までなんかちょっとヴィンテージ風なリアの出方っていう、ね、でも元々ついてたやつはもうちょっとサラッとしてたみたいな。そうですね、すごい使いやすかったんですけど、なんかこっちの方が試してみようかなみたいな。そうですね、ヴィンテージ風になったのでちょっとこっちにしてみました。じゃあ、はい、メインのストラトはこんな感じ で、ね、感じで、はい、ありがとうございます。今日2本持ってきてもらってて、はい、もう1本がよいしょ、はいはい、かっこいい、かっこいい。これはムスタングじゃないですか。これはムスタングですね。これも本物だよね。本物ですね。69年、1969年のギリ60年代、ギリ60年代です。このコンペティションって70年代入ってもあるんですけど、ありますね、コンペティションラインのこのラインですね。60年代はちょっといい、いいね、結構焼けて、焼けていい感じになってる。そうなんですよね、緑っぽくなってる。これはもしや彼ですか？まあこれは彼ですね。まあこれ見るとね、まあ、知ってる人はもうおってなる。これはニルバーンのカート・コバンがスメズ・ライク・ティン・スピリットの PV で持ってたものと同じ頃のやつですかね。 PV 見たら多分わかると思うんですけど、カートファンはもうみんなわかる、わかると思いますね、コンペティションのこれは。でも純粋にムスタングの歴史において、はい、コンペのこのモデルってかっこいいですよね。僕もすごい好きで、とにかく見た目がいい。まあ60年代 の、 その初期の65とか66のムスタングとはまた音の質感は70年代に寄ってくるから、はい、そうですね、好き嫌いは人によって多分分かれたりするのかなとは思うんですけど、そんなことどうでもよくなるぐらいかっこいい、かっこいい。とにかくかっこいい、かっこいい。昔からそのニルバナが好きで、ムスタングは欲しいなと思ってて、でまあ60年代中期を買うか、ここら辺を買うか、70年代を買うかで迷ってたんですけど、70年代は1回持ってたんですけど、やっぱなんかちょっと違うなってなって、せっかくムスタング買うならやっぱ憧れで買いたいなっていうのがあって、うん、まあ、自分基本ギターは憧れで買うことが多くて、さっきのストラトとかもそうなんですけど、誰かが使ってたとかそういうので買うことが多いんで、まあギターキッズは多いですからね。そうです、そうですね、うん、それと全く一緒ですね。なんでこれも本当に正直ルックスだけで、ほぼルックスで買ったと言っても過言ではないですね。でもこの辺どんどん価値上がってるから持ってるといいかもしれない。そうですね、うん、確かに価値的には割とやっぱ上がってきてるんで、まあ、ずっと持っとこうかなとは思うんですけど、なんで、まあ、ずっと欲しくて出たから買っちゃえって感じで衝動買いしちゃいました。でもこのモデル物によって焼け方とかも全然違うから。そうなんですよね、ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、これ裏と思ってやっぱり焼け方違うんですよね。だこの個体はすごい見た目かっこいいくていい感じに、ちょっと照明が今黄色めの照明なんで、少しこの実物よりも緑っぽく見えるかもしれないですけど、ちょっと青みがかった感じで。そうですね、で裏がもっと焼けてないんで青みがかってるんですけど、いやでもこの時期のフェンダーは本当表と裏で色変わること多くて、特にカスタムカラーとか多いですね。カスタムカラーはメタリック の、 そのレイクプラシットとかキャンディアップルとかは結構裏表でガッツリ違ったり、だ本当日に当たってるかどうかで色の変わり方が全然違うっていう。そうなんですよね、うん、だからピックガードの中とかがやっぱ一番わかりやすいですよね、うん、あすごい青いもんね、パーカーグスト、あこれが本来の色なんだってなる感じ、はいはいはい、そこもちょっと一つの楽しみではありますね。まあそんな感じ で、ね、はい、あとアンプとかは、アンプは今持ってるのは90年年代に発売されたマーシャルのシルバージュビリーのミニスタックのミニジュビリー、あミニジュビリーがあるんですけど、うん、まあそれはソリッドステートなんですけど、もうお家用で、そうですね、お家用でスタックでチチェントントントンって置いてるのと、あとジムケリーっていうアンプ、ジムケリーはめっちゃいいですよ、めっちゃいいです、めっちゃいいですよ。ジムケリーのコンボのワンスピーカーのリバーブイント付きのやつなんですけど、それが今家にありますかね。ジムケリーいいですよね。そうなんです、あれはだってもともとうちに在庫としてあってめちゃめちゃそそのかしたんだよね俺。そうです、周りにもそそのかれて絶対買った方がいいよってこれすごい音いいよって言って、でまあ言われるがまあ、まあ、自分の意思もありましたけどね。でもあれはもう本当にいいアンプだと思うよ、まあ、すごいクリーンがめちゃくちゃ良くて、あれね、でも家じゃなかなか鳴らせない。そうなんですよね、あれ音量グッと上げるとめちゃめちゃ気持ちいいですけどね。本当マッピルマンにちょっと
回しようかなっていう感じで鳴らすぐらいですかね。あとはエフェクターとか。エフェクターは TS チューブスクリーマーの 10TS10 と96年ぐらいのアナログマンの TS9 のモディファイ、うん、それもアナログマンモッド。そうですね、モッドなんですけど、まだアナログマンのあのマークとかがなくて、うん、筐体の中にそのアナログマンの多分当時の卸かなんかの住所が貼ってある。へー、あ、初期の。そうですね、本当初期ので、太陽がまだない。あ、ないですね。で、裏パネの裏にサイン、アナログマンのサインが入ってるっていう、うん、データとサインが入ってるっていうやつと、あとはビッグマフは一応持ってて。ビッグマフだって黒マフいっぱい持ってるもんね。そうですね、今黒マフが3台。90年代のロシアンマフって呼ばれる、ロシアでビッグマフを作り始めたんですけど、それの終わりがけの頃に黒マフっていう黒いビッグマフが作られてて。そうですね、ほんと数年しか作られてないんだけども、それに限定して集めてんだよね。そうですね、まあアーミーグリーンの後ですよね。本当にソブテックとエレハモが混同してる時の時期。エレハモに移行する時期か。ソブテックからまたエレハモに戻り始める時期、ね、この期間ロシアで作ってた黒マフっていう、なかなか黒マフだけにフォーカスする人っていなくてそのアーミーグリーンのファンもいればラムズヘッドとかトライアングルとかいろいろあると思うんですけど、黒マフマニアって全然いなくて。そうですね、ただ黒マフってすごい種類あるんですよね。あからさまにスペックが変わるとかじゃなくて、あのノブが違うとかロゴが違うとかスイッチが違うとか、そういう微妙なスペックの違い、筐体の大きさとか。意外と黒マフは黒の中でもなんかなぜかデザインがすごいいっぱいあって、でそれを集めてる人ってなかなかいないんで、2部集めるしかないんじゃないのって。まあそうですね、まあそれもちょっとそそのかえた感はありますけど結構やっぱ楽器屋さんスタッフ同士でも結構ご利用して、でお客さんとかはこっちも責任あるからちゃんと丁寧に、ね、本当に必要かどうかってこっちも考えながらやりますけど、スタッフ相手だともう容赦ない。バリバリもうリベアの田中さんとか、まあ、津島さんもそうなんですけど、まあ、とりあえず買っとけばみたいなスタッフ感はすごい売り方雑だよねそうなんですよ、買った方がいいよって、友達感覚で、なんか後輩に楽器買わせるパワハラみたいな感じそうですねお客さんには本当に丁寧にやるんで、ここキッチン分けてますけど、はい、でもスタッフ同士は結構とりあえず買っとけばとか正直意味わかんないですいやなんかその弾いて、あこれ音いいなとかなると、なんか誰かに買ってほしいなとか思っちゃう時あるんだよ。はい、ありますね。サオモンとか特に、いやこれ買った方がいいよその結果がジムケリーだった。ジムケリーだった。そうだ、いや買って損するものは進めてないはずだよ。そうですね、ノリもノリもあるノリで進めるものもあるけど、なんかそこ明確に押し方に違いがあるんじゃない。そうですね、そのわざとらしくふざけて押してる時と、はいはい、本当にいいから買った方がいいっていう時とは一応温度差が違うから、触ってるといいなそこは。大丈夫です、自分でも判断ちゃんとしてます進められてもう怯えて買うじゃなくてそうだね、最初にはやっぱちゃんと自分で決めてるんで、うん、そこは大丈夫なんで。スタッフ間の交わせ合いがすごいです。すごいです本当に。うちの商品だけじゃなくて、だからそのいつもそのデジマート見てて、おこれこれ買った方がいいよこれちょっと安くないとちょっと引きに行けよみたいな。楽器屋店員になってもノリはキッズのまんまなんですそこは。そうですね、うん、そこは変わらないやっぱり楽器好きなんで、もう買いたいし仲間が買ってんの見ると楽しいんでやっちゃうんですね。やっちゃいますね、うん、しょうがない。 それは一生続いていくと思います、ね、そう何歳になっても続きそうな感じがします、うん、だってさ、その考えてみればだけど、バンドを結構やってたとしても、はい、会うのって、まあ、バンドの忙しさにもよるけどさ、音楽仲間に会うのって毎日ではないじゃないですか、はい、一般的には。そうですね、楽器屋行ったり楽器の話したり、あじゃあちょっとあれ欲しくなってきたなとか、あれ買った方がいいよみたいな話って普通の一般の人って毎日はしないと思うんですよね。そうですね、楽器屋さんって仕事しに来るとその話が出ちゃう環境にいるんですよ。おのずと出てきますから、ね、おのずと。もう職場の同僚と顔を合わせたらもう音楽仲間の話としてもそういうのが出ちゃうんで逃れられない。そういう環境にいる、良くも悪くも楽器からの誘惑がすごい環境にいるんです。本当そうですよね。前もって別の趣味とかでこれ買っておこうかなって思ってるのがあっても、うん、そのかされると貯金とかもそっちに回っちゃうっていう。そうそう、今月服買おうと思ってたのになと思いながらエフェクター買うとき多々あるもんね。ありますね。よくないね。よくない。よくはないんですよ、ね。よくはないけど本当に治らないですけど、ね。うん。まあでもそのね経験がお仕事に還元できると思えばいいんじゃないですか。すね、プラスに考え。プラスに考えましょう。プラスに考えます。お勉強させていただいていると思います。僕は。そうですね。という感じで、はい、エレキギターエフェクター担当の二平くんの機材紹介。はい
はい、はい、また増えたら。そうですね。まあでもいろいろまだ家にもあるね。あります、あります。特にフェンダーだよね、持ち物。そうですね、フェンダーが多いんで。フェンダー多いよね。フェンダーマニアとかカートファン、フルシャンテファンはぜひ二平君、はい、おしゃべりしたいです、うん、やっぱキッズトークって楽しいから、ね、キッズトーク楽しいですね。なんだかんだ盛り上がっちゃうんで、うん、ちょっと共通点あるなっていうお客さんいれば、はい、ぜひお声がけいただければ嬉しく思います。よろしくお願いします、はい、という感じで今回ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい。